そういうことか。小学校行くのにもうスクールバスでねえと遠すぎるから。そうだね、この辺結構東海道とか多いからね、うん、そうなるわな。面白い話があって、過疎化した小学校のところの子供って意外と視力平均が高くなる。で、最初用意取ったのは、だから教師が見る量が少ねえじゃん、うん、だから一人当たりのその見るサポートする数が少ないから、その分勉強分からないところとか教えたりとかできるからじゃないのっていうふうに言われてたんやけど、どうもいやそれ以上にこっちの方が大きいんじゃないかって言われ出したのが、学年間超えて一クラスになっちゃうわけよ。1学年1人おるかおらんかとかやったりするもんで、もう3学年とか、まあ、下手すりゃ1年生から6年生までもう同じクラスで一つの教室で勉強するとかってなると、そうすると何が発生するかっていうと、上の学年の子が下の学年の子の勉強を見たりするんだよ。そうすると下の子に教えたりするのに、それがいわゆる復習になるし、人に教えようと思うと自分が理解してないと教えれやんくなるやん、はいはい、っていうので教えることによって自分のその学習能力が上がるっていう。そうね、だからいわゆる世代間教育っていうのが見直しに今つながってんだけど、それが、うん、きついよな、うん、四日市もね結構本当小山田とかあの辺りになってくると相当距離あるぞってところあるからね。まっすぐだね。あ、これ分かった、夢ヶ丘なんだ。そうやね、この前行った。はい、あ、そうやね。でも景色はいいね。でも今霜取りって上にも暖かい風出してるから、うん、ふわって眠くなるで怖いね。デフロスターだけはねどうしてもね脳を眠りの方向に向けさせるよね。うん、まあ止めれる場所もねこれ。あれなんて読むの？ひじき川？ああ、読めんじゃない。何度か分かんなかった。なんだ、研究の研の字の石のところを木に書いて書いてる字だったよね。
いっちゃう、わはははじゃあ、袋まだな、ナンパ残った、すごいな、かわー、これ、ノンターボで、ノンターボ、NA だよ、道はでも綺麗だね、うん、正しいね、舗装し直したのかな、ガードレールはね、あ、そうだね、それなりに覚えた、ここから下りか、下り 7% おー、下って、下ってくわ、おー、あ、規制もめちゃくちゃ引き直した感あるもんね、これすげー、綺麗、快適だけど、なかなかえぐい下りじゃねえ、腰に来るね、温泉が楽しみで、すごいね、下りか上りかだね、で今このスターが禁止してるんです、あここで禁止作ったんだ、カメラを固定してるか、止めて直すところもなかったもんな、本当なら前映した方が良かったんだろう、これ、そろそろ165を出したか、あ、そろそろ上取るんだね、あ、上取るんだ、あはぁ、止めるとこないよね、ないね、こっから入っとく、裏割りの方、一応こう、はい、まっすぐではあるけどね、実際な、まっすぐ行くか、で 500m ぐらい先を右に曲がる感じ、あ、500m なんだ、あ、でもそこからまだ先あるもんね、あるある、もう山しかないけど、もうあの、うん、さっきから山だよ、はい、あー、これはまだまだ、もうちょっと100、あ、この次の青かんや、気流方面、これは気流方面ね、あ、だから気流温泉の気流ってこの地名なんだね、ああ、伊賀東照、あ、リクシルの東照、リクシルこんなとこにあんだ、ビバホー、あと、あっちだったらコンビニぐらいあったかもしれない、おーい、わからんよ、あ、でも工場があるからってコンビニがないからね、あ、ないか、うん、大きい工場だと結構さ、もうさ、お弁当とかもさあるじゃん、うん、あの社員弁当、社員弁当とか、あそこだと社員食堂入ってないかもしれないけど、今社員食堂入れるって言うと相当大きい規模のとこだからね、探したらいいんじゃないの、うん、探すコンビニ絶望するだけだろ、おお、すげえ、だって横も曇っちゃってるから何も景色の毛の字も見てねえからね、なんだこれ、携帯の電波が繋がりそうなんだよ、ああ、登りだ、きつい、うわー、登ってる、うわー、登らにゃ、いや、でも青山リゾートの文字見えてきたね、あー。